領収書がもうこんなあるのをまとめてパソコン打ち込んでっていうのがもう超疲れるもん。毎年ね月に1回やろうと思ってるんだけどちゃんと忘れてるの毎年。そう今年こそはちゃんと月に1回やまとめておいたら、え、かわいい、なにこれかわいい、メリークリスマスありがとう。これは当たりとか外れがないのね、よかった。また来た靴下ありがとう。私今靴下が不足してるんですよ。来月から毎月たまり毎月やれそうですからって。多分無理かな。でもう本当にもう私頭抱えたもん。もう私今日で死ぬかもしれないと思った本当に、あもう私死ぬなと思った。 そのくらいすごい、もう目がもうやばいと思って一回ちょっとスイッチを入れ替えるためにあのスタバちゃんを頼んで頑張ったんですけど、めっちゃ疲れました。超体力を使いました。まだ余ってる、まだあるんですよ。だからまだやんないといけないんだけど、でも多分私は今日終わらしちゃった方が多分、そう今日終わらしちゃった方がいいなと思うから、あと残りショールも終わったら1時間くらいで頑張りたいなと思ってますめっちゃ大変だけどみんな応援してくださいこんばんはだって、こんばんは。マジで毎月やっとけばいいだけの話なんですけどね、難しいですよね。ってことでこんばんはだって。でも明日は劇場公演なので、まあそこそこ遅くならないうちは寝たいなと思ってんですけども。オンライン追加したようだって、ありがとう。もう最後かな、オンラインの申し込みは。もう今日ので12時で終わっちゃったんですけど、あそういえばこの前ねファンの皆さんがショールームのギフトのパンパカパーン全国お取り寄せスイーツカードいただきました。みんなありがとう。これはいつもらったやつなんだろう。そうこれをこの前皆さんのショールームのイベントでスイーツありがとう。みんな何があるんだろう。これ見たらロールケーキが食べたいなと思っちゃうんですけど、なんだろうね。何取り寄せますかって、皆さんいつもありがとうございます。イベのいろんなイベントにね あるので、私はお家にもう自分では絶対買えないようなものがいっぱいある。でもさなかなか頼むのがもったいなくて、お母さんが一緒にいるときに頼んで食べたりとかするんですけど。何頼むだって、何頼むかな、ちょっと見てみます。削ってくださいって書いてね、私削るものが今ないかもしれない。ハサミとかで削れるかな。あ、いけそう。58ダメです言ったら1枚ダメです、すぐペラ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 した秘密の番号ですはい、一旦見てみます。あとだ千引き屋のやつもあるんですよねそう千引き屋のやつもあって、それもすごく美味しそうなの本当に恥ずかしい、まあ、多分みんな聞いてないと思います。もうこっからは静かにします。
でも意外とね、あの時期とかがさ短かったりするからさ、急いで頼まないと終わったりもするんですよ。今来たので聞いていませんだって。絶対今聞いた人も来てない人も忘れてください。あ、マジで忘れてください。でも全部言ってない言うなって話なんだけど、ちょっと こういうの見る瞬間が私はワクワクしてて、こんばんはだって、こんばんは。わーい、すごーい。あ、でもな、なんだ、なんか普段食べたことないもん。やばい、私が、あ、これは頼めないかな。ねえ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 、生チョコがある。ここのさ4種類だけかと思ってたらさ全然いっぱいあって、生チョコがある。え、美味しそう。え、ねえ、これ最高です。これはいつのイベントだったっけ、みんな。え、すごいよこれ、すごい。私生チョコ食べたいな。え、最高なんだけど。やっぱりお菓子はもう美味しいですね。え、どうしよう。私が今悩んでるのは、私生チョコ本当に大好きなの、チョコが好きなんだけど、でもこれも迷う。あ、でもね、なんだろう、パイナップルとみかんとイチゴと梨。私さメロンがあんま食べれないからさ、これも美味しそう。これのシャーベット。でも前千匹屋のアイスを皆さんがくれた時に美味しすぎて、え、これは幸せすぎる。本当にみんなありがとうございます。うーん、ありがとうございます。わあ、ねえねえ、生チョコの2種類セットとめっちゃ迷う。私が今食べたいなと思ったのはこれ、この生チョコなんですけど、でも2種類セットがあって、なんかミルクのやつといちごの2種類があるやつ、めっちゃ迷うくない？わ、これさ本当に2個ついてくるやん。生チョコの発祥の店シルスマリアで定番の生チョコレートを2箱セットにしてます。美味しそう。でも、ね、ちょっとなんか普段頼まないところからで気になるのは、絶対美味しいなって思うんだけど、この干しフルーツのなんか、最近めっちゃおしゃれで流行ってるんですよ。こうフルーツをコーティングされたチョコレートみたいなやつ、なんかアーモンドとかもチョコでコーティングしたのが最近すごく流行ってて、そうそう、だからそういうのを冒険してみる。生チョコ食べたいなでもしたらみんなからのありがとうクリスマスプレゼント、バレンタインってことで2月くらいに頼んだな、ちょうどつきそう。
でもね、私はね、甘いのの中でもね、バニラアイスが好きなの、実は。だからこれもめっちゃ甘いよ、普通のバニラアイスの5個セット。しかも絶対入れ物からして美味しそうなんですよ。私濃厚なやつが好きだからめっちゃ食べ物の話になると早口になっちゃう。あとあれ、これも好き、カタラーナって知ってますか。これこれはちょっと前に流行ってたやつなんですけど、知ってますかね、カタラーナ。カタラーナ知ってます。カタラーナはプリンみたいな感じのやつに、こうブリュレ、ブリュレが私好きなんですよ。ブリュレでこうちょっとキャラメルみたいな味がこう炙ってあるやつがカタラーナって言うんですけど、めっちゃ美味しいのこれも。でも私はこれ食べたことあるので、めっちゃ食べたい気持ちはあるんですけど、やめようかなって感じ。あ、マネキンがありますよ。幸せ、本当にみんなありがとう。もう本当に幸せ、見てるだけで幸せ、頼み忘れちゃいそう。これはどうしましょうか。知ってるけど食べたことがありませんだって。太宰府のカタラーナ専門店、おしゃれだし美味しいです。へえ、太宰府私あんま行ったことないんだよね。博多駅にあるやつですか、だって。え、わかんない、福岡でさ、私大分で食べました。生チョコだな、私は生チョコが食べたい、生チョコが食べたい、生チョコを2種類のやつか、いっぱい入ってるあれチョコだけのやつ、めっちゃ迷う、どっちがいいかな。でもさ、実際さ、なんかスノーベリーみたいなやつとかだったら、なんか普通のやつのが美味しい気がする。なんかわかる、なんかさ、定番っていうか、もうそのままのやつが一番美味しかったりしない。なんかそのいちご味とか、なんかチョコ味とか抹茶味とかつけずに、そのままの生チョコが一番美味しい気がする。わかる、だってわかってくれた。でも私いちごが好きなんで、それでもいちごが好きだから、これ飾っときます、私の部屋に。もう幸せすぎて、みんなありがとう。ギフトカードでこんなに喜んでくれるのが嬉しいです、だって。だってみんながさ、いっぱいさ、多分アイテム投げてくださってゲットできたものなので、みんなありがとうって気持ちです。本当にありがとうございます、ありがとう。取り立ておじさんありがとう。これいちごさんもありがとう。フランさんもありがとう。おかゆちゃんありがとう。にゃお、にしぷ、にこらす、くあちゃん、くー、ざきざきざき、りつー、ゆうきやまさん、のぶりもプレゼントありがとう。ゆうきさん、こうじーさん、メリクリー、ボーダー、くー、あゆみさん、ボーダー、しろみフライ、としさん、にゃおん、りつー、なるちゃん、にこらす、じんたろう、あいでパパ、りつーさん、かっさん、ウィンパディさん、ニコラス、オカモ、エウリカ、エミジ、ニャオメリクリー、ハセボのてっちゃん、ナツキくん、イチゴさん、ハシムッチ、タカヨウジ、吉田さん、マトウさん、ナナちゃん、タラの魚さん、母、イ
雪だるま、テキサスのロンスターさん、ありがとう。てっちゃんもいっぱいプレゼントありがとう。靴下をもらいました。すずさん久しぶり、ありがとう。シンクロワンさんありがとう。ゆうきたかさんありがとうございます。いっぱい喋ったら疲れたみんなが一番好きな食べ物は何ですか？私もさ、一番好きな食べ物って言ったら迷うんだけど、何かな。私最近分かったかもしれない。え、一番よ。もうこれできたらテンション爆上げみたいなもの。私もうめっちゃ考えるんだけど、最近はモッツァレラかもしれないと思うようになってきた。麺類だって。麺類の中のラーメン、つけ麺、うどん、いっぱいありますね。お寿司でもなんかさ、お寿司の人多くない？私もお寿司大好きなんだけど、なんかお寿司めっちゃ好きよ、めっちゃ好きなんだけど、お寿司好きな人ってめっちゃ多いじゃないですか。だからそれに勝てるくらいのなんかない、そのなんかエピソード、私エピソードとか考えちゃうからさ何だったらかぶんないかなみたいな、めっちゃ考え、職業病なのかもしれないんだけど、なんかめっちゃ考えちゃうから、そう、多分お寿司だったらもっとお寿司が好きな人が自分の周りにいるなと思って。そう、好きなんだけどなんか最近は、まあ、昨日ピザは食べたかもしれないんですけど、モッツァレラが好きです。でも明太子が好きなんです私。夕張メロン、へえ、あ、すごい高級なお寿司、お寿司、うん、好きな食べ物が多すぎますだって。そう、だからこの質問って意外に難しくて、なんか私もうめっちゃ好きなものを一個作りたいなと思う。でも私チーズが本当に好き、お雑炊にもカレーにも、なんか何、あと何かける、サラダとかもったりだとか入れちゃう、高いけど。なんかさ、私でもカマンベールとかは好きだけど普通なんですよ。モッツァレラが好きなの。パスタとかもチーズが入ってる方が好きだし、特に明太子のチーズとかも最高ですよね。本当にチーズのパンとかはめっちゃ好き。でもブルーチーズはまだ苦手なんですよね私。でも逆にさ、めっちゃ私がさ、もうチーズを好きな食べ物にしてチーズをめちゃくちゃ極めてったら、そう、このチーズはこうなんですみたいな、極めてったら、そうそうそう、なんか一個さ特技になるみたいな、なんか趣味になるとかできそうよね。ハウステンボスに行くか。なんか欲しい、なんか唐揚げ、私唐揚げも好きよ。なんだろうね、パン極めたらだって思う。私パンもありだなと思う。わかるわかるもう絶対にそれを言わないでください。フランスパンを切るのはもう極めないですかって、もうそれは封印しました私が封印したことですもうあのプロフィールから消したものは全部封印ですあ、そういう命はもあったんだなって思っててください。
なんかそうだから来年はそういうなんかものをなんかチーズソムリエの資格を取ろうだって。そうそう、そういうのやってみたい私。多分時間がいっぱいあるじゃないですか。でもったいないじゃん、この年齢を無駄にしたら。やってみたい。でも本当に明太、あの私フランスパン切るの得意で好きですよ。いまだにビーフシチューとか、そうスーパーでフランスパンを買って、ちゃんとそのフランスパン切る用のね包丁も買ってるので、それをザクザクって切るのも上手です。めっちゃお料理によってはその分厚めの方が美味しかったりする時もあるじゃないですか。だから分厚めに切ったりとか、フレンチトーストとかもしたりしてますけどあのプロフィールに書くと突っ込まれるのでそう、何ですかって言われる、恥ずかしくって。だからプチ特技みたいな、隠し特技ですはい、隠し特技何それって感じだけど、うん、あるんですよ。なんか普通の包丁じゃなくてこうザクザクしてるんです、刃が。そうだからそのなんか潰れたりするじゃないですか、パンって。だからこうフランスパンとか特に力を入れて切んないと硬いから表面が、の時のブンってした時にもうこの玉にべっちゃんこうなっちゃったりする時ない？そう、そういうのが起きないためにあのするんです。だからそういうパンの切る用のあるんですよ。それとかはケーキとかも切りやすくて、フルフルに行きたいな。なんだっけ、何の話、あそうだ、最近さニトリの包丁を使ってたんですけど、ロールキャベツを切るときにそのキャベツの芯をくり抜かないといけなくて、そうそう、でその時にこう芯を、包丁を刺して芯を取るんですね。でそういうことをしてたら芯の中に、そうもう芯だから使わないからいいんですけど、包丁が埋まっちゃって、そう引っこ抜いたら包丁が折れちゃって、もうその包丁が使えなくなったんですよ。そうだからお友達と一緒にニトリに行った話したっけ私。そうニトリに行って包丁を新しく買ったんですよ。メールが来ましただって。そうありがとう、そうそう、でニトリに行って買ったのね。でそれを昨日気になったからなんか切ってみたのね、白菜を。見たらもうやばいの、スンって、本当にやばい、あれは怖いですってくらいすごい切れ味が良すぎてびっくりした本当に私。えってなったもん。1400円くらいだったかな、だったんですけど、すごいの、もう何でも切れちゃうの怖い本当に、気をつけなきゃと思うくらいめっちゃ切れやすいの本当に。なんか白菜とかもなんかもうするするってめっちゃすごかったです。びっくりした私、声出ちゃったもん、えって。まだギコギコしません、スーって感じです本当に。すごいびっくり私は。ちょうど買う予定がニトリに行ってきますだって
はい、ぜひ本当に行ってほしい。私はびっくりしました。マジでびっくりした。あのあれがいいですよ、ステンレスって言うんですか、黒いやつがいいですね。銀じゃなくて黒、もしかしたら銀のタイプが好きな方だったらわかんない。私はステンレスの、ステンレスって言いますよね、黒いやつを買いました。1400円、歯が黒いやつ。なんか特にこだわりはないんだけど迷ってそっちにしたらめっちゃいいかった。もうスルンって入るよ。ゆうちゃんは最近お料理にハマってるの？だって。あれもうちょっとハマってるかも。今日は豆腐を切りました。あ、これだ。切れ離れがよく握りやすい三徳包丁、これです。切れ離れがよく握りやすい三徳包丁を買いました。これでした。1490円。じゃじゃじゃーん。あのね、力がいらなかった。すごい。ステンレスの方よりちょっと高いんかな。豆腐もね、あ、まあ豆腐ってまあそもそも切りやすいけど、白菜がすごかった。ってなる。あ、いたたた。ってなる、めっちゃ。お揃いにします。だってぜひ明日は土曜日お休みの方をニトリに行きましょう。魚は、だって魚は私切らないです。スーパーに行ってもカットされてるやつ買っちゃう、めんどくさくて。あのでも逆に切れやすかったんですけど、袋から出すのが本当に大変で、もう本当に大変で、やっぱ簡単に開けられないようになってて、もう使えないかと思った。私めっちゃ大変で、もう頑丈なの、手で破らないようになってるから、もうなんか頑丈なハサミを使ってシムする感じ。そう、それはね、箱はあれだったけど。今ニトリの CM やってる。だってちょうどニトリの CM 中あのこたつのやつですか、こたつがあるやつ CM 最近流れてるのあるよね。キャベツの千切りはできますか、だって。できるんじゃないですか。私キャベツの千切りちょっとあんましないけど、めんどくさくて。できそう。お値段以上。ニトリ。明日も夜公演か。じゃあお昼に配信しとこうかなとか思いました。腰が痛いわ。え、明日レッスン場リハあんの？初耳。お値段以上、ニトリ。
魚さんファイト、ありがとう。にゃおもありがとう。ルモンドさん、はじめまして、ありがとう。フランかわいい。6期生の子に言っちゃダメよ。なんかツイッターが流れてきました。カレンレンのツイッターが流れてきた。オープオリジン、はじめましてガオ。トシさん、フラン、タラの魚さん、 BB、 キュキュファンク、ユウコさんっていうの、最近来てくれるね、ありがとう。なつきくん、ありがとう。明日の目撃者外れた、だって。そうなの、もうそうなんだ。クルタンが初出演。クルタンのさ、美しきもの周年の時の12周年のあの美しきもののセリフかな、誰のセリフだったんだっけ。高見菜さんのセリフだ。高見菜さんのセリフがめっちゃかっこよかった。なんかクルタンは煽りの時も思うんですけど、なんかすごいとこから声出るよね、かっこいいんですよ。なんかアイドルが多分いっぱい好きだから、めっちゃ研究しててめっちゃかっこよくて、私はなんか H にああいうタイプいないじゃないですか。私は結構目撃者の、あ、違う美しきものの K4 バージョンがめっちゃ好きだったんですけど、かっこいいって思ったんですけど、そう、ネネさんのセリフもめっちゃ好きやったし、なんかもう全員全部よかった。なんかうん、すごいなと思いました。そう、クータンめっちゃなんか可愛いが似合うんだけど、でもソンクータンが美しきもののセリフめっちゃかっこよかったってなった。すごい本当に。だから明日も楽しみ。ココテンが一番似合うのがクルタンだと私は思ってて、そう、本当に初日の時かな、めっちゃ可愛くてと思ってたんだけど、目撃者の美しきものの時見てめっちゃかっこいいと思った。すごいです。みのちゃんもできますかって。めちゃめちゃ本気出したらできます。めっちゃ本気出したらできるって感じかな。そう、そんなクータンが初日なのか、そっか。トゥルルントゥントゥルルントゥントゥルルントゥ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 ルルントゥントゥルルントゥントゥルトゥ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 ントゥン。俺も本気出す系だって。かわいい博多弁。私はそういう博多弁にキュンできちゃう。多分私に方言がないので、そう、ファンの皆さんとおしゃべり会とか文章、こういうショールームのカメラとかの時に博多弁来るとかわいいってなる。いいですね、ずっと方言あっていってください。私がでもやったらもうなんかもう全然ダメなんですよ。だってもうねえって感じ。福岡とかもうその土地で育ってきて、なんか親御さんとか、まあなんかお友達とかからそのまま受け継いだっていうんですか、なんていうの、そう、まあいいんですけど、私がいい年して福岡にやってきて頑張っても無理なものは無理なんですよ。だからいいなって思います。めっちゃ素敵。
方言映らんの？だって。私はなんか映んなかったですね。たまにまあなんかある時はあるんですけど、なる時はあるけど、なんかの時あるよ。忘れちゃった。でもそんくらい、たまにポロッと、やっぱみんなと一緒に生活してるから、それでポロッと出てきちゃうとこはあるんですけど、もうなんかそのめっちゃ言えませんね。方言のなりのちゃんが好きですよ、だって。ありがとうございますありがとう。でもやっぱね、文面で見た時かわいいと思います。九州、特に九州かわいい。でも前より増えたと思う。前よりね。何かわかんないけど、たまに、あ、私あれだなと思う時ある。わかんない、何があったかなと思うけど、わかんないよ。5分だ。そろそろ終わりにしようかな。うん。終わりにしましょう。明日は、目標はお昼に配信することを目標です。お昼11時くらいに配信することを目標にするけど、目標が達成できなかったら夜ですね、今夜終わりに配信したいと思います。明日りのちゃんが追い側の席になりますように、だって。私は上手が多いです。でも下手側にいたら最下の方に行くことが多いので、そうそうそう、ずっとずっととポップスター最下に行くから、下手側でもいいと思います。いいと思うって選べないんだけど、それはそれで楽しめるけど、まあ基本は私は上手が多いですね。はい、下手の花道はいっぱい行きますね。なので明日公園に来てくれるよってファンの方いますかね。いたら私のうちは持って待ってます。夜公園なので雨らしいですね、明日は。そうなので気をつけて来てください。今年最後の目撃者を見ます、だって。明日行きますって。よろしくお願いします。はい、にゃおーありがとう、母もありがとう、 BB もポッケさんもフラン I love you、 私もガオーありがとう、ブルーイングもコガちゃんもありがとう。はい、ランキング読みます。13位がリトゥーさん、12位がニコラス、11位がアリューパパ、10位があれ13位がガオー、12位がアリューパパ、11位がボーダー、10位が BB、 9位がオカモ、8位がエオリカ、7位がタラの魚さん、6位がホラン、5位が取り立ておじさん、4位がノブリン、3位がコージー、2位がニャオーン、1位がタセボのでっちゃんでした。でっちゃん寝た？ありがとう、お疲れだったかな。最初の方にね、アイテムくれてから寝ちゃったかもしれません
てっちゃん起きて本当に寝てそう。ありがとうございました。また明日ね。はい、ってことでみんなありがとうございましたみんなも早く寝てください。疲れたでしょ、平日いっぱい頑張ったので。22時では、おやすみなさーい。バイバーイ。